1987年の阪神タイガースでは、1987年の阪神タイガースにおける動向をまとめる。1987年の阪神タイガースは、2回目の吉田義尾監督体制の3年目のシーズンである。チームは2年前の日本一、前年の A クラスから一転して低迷した。日本テレビの情報番組、ズームイン、朝、にて、辛抱次郎。 森武氏がこの低迷を嘆く言葉として発した、南義アナーが、この年の新語、流行語大賞現象を受賞した。2年ぶりの優勝を目指すチームはトレードで、吉武春樹を放出して西部から田尾康氏を獲得、強力打線の形成で優勝への期待が高まるが、開幕前に、掛布正之、ランディバースが相次いで交通違反で検挙され、 投手陣でも中田浩二への指導をめぐって、新山明中と野村治の両投手コーチが対立するなど不穏な空気が立ち込める。そんなムードを引きずるようにチームは4月後半に7連敗を起死再開に転落。開幕時には2番を打っていた田尾は5月に入ると、スタメンから外れるようになり、掛布も腰痛で打撃不振に陥り6月2日に憎む落ち。 さらに6月6日には、竹内正志打撃コーチが、吉田監督と衝突し対談するなど、チーム打率。242がリング再開と、看板倒れの打線の不調で、チームは、連敗を繰り返し、再開を独走。古群奮闘のバースも本塁打で、広島のリチャード・ランスに日本差で及ばず、3年ぶりに、無冠に終わった。投手陣は、新加入のマット・キーヨが、 古分奮闘するも、打線の援護に恵まれず、負け越し、指導法に翻弄された、中田も成績が伸びず、他の投手も軒並み不振、投打ともに、総崩れで4年ぶりに、リーグ優勝の巨人に37.5ゲーム、5位の、対応にも15ゲーム離され、球団ワーストの勝率。331で1978年以来9年ぶりの、最下位に終わる。 シーズン終了後、吉田監督は、岡崎義人球団社長から辞任を促されるが、球団の意向で辞めるので解任で構わないと述べ、日本一からわずか2年で解任された。後任には、村山実が16年ぶりに監督に復活した。カード別成績では対応に11勝13敗2分と、検討したものの、優勝の巨人含め、全球団負け越しの屈辱を味わった。 本節では、前シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。色付けは規定投球回数以上の選手。ありがとうございます。